ミクの誠の間。皆様こんにちは、サブカルウォッチャーの誠です。皆さんお元気ですか？女優の佐藤ミクです。今回もこの番組誠の間の放送は YouTube のリメイクラジオをご覧いただいている方はお分かりかと思いますが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を配慮したスタイルでお送りいたしますこと、あらかじめご了承ください。さて今回も6月純ブライドということで、はい、ブライダルジュエリーの企画販売を行う、プリモジャパン株式会社が運営する、ブライダルリング専門店アイプリモが直近1年以内にプロポーズまたは入籍をした20代から30代の男女538名を対象にプロポーズに関する意識調査を実施、その調査結果をご紹介させていただきたいと思います。プロポーズをしたい有名人、女性は川口春奈さん、男性は仲野太賀さんが1位に、女性部門では川口春奈さんが1位を獲得、5年連続首位だった新垣結衣さんは2位、昨年の20位から順位を上げ上白石萌音さんが3位という結果に、男性部門では昨年ランク外の仲野太賀さんがトップに、2位に志尊淳さん、3位が佐藤健さんと続いています。そして、約8割の人が結婚にあたってプロポーズは必要、結婚にあたってプロポーズに必要性を感じる人は 90.3% とほとんどの人がプロポーズを重要視していることが明らかに、新たな生活へ、踏み出す第一歩として、プロポーズを必要と考えている人は多いようです。98.4% の男女が、婚約指輪をあげてもらってよかったと回答、婚約指輪をもらってあげてよかったと思う人は 98.4% とほとんどの、新婚夫婦、カップルで、婚約指輪の良さを感じていることが明らかに、理由として、婚約指輪によってパートナーへの愛情や思いが伝わる、実感できるとの声が上がっています。プロポーズに、婚約指輪の必要性を感じる人は約8割、プロポーズにおいて婚約指輪が必要だと感じると回答した人は 76% でした。大切な結婚の証であり決意の表れとも言える結婚指輪を重要視している人は多いようです。コロナ禍をきっかけに結婚した人は約7割、昨年の 38.7% から28ポイントアップ、コロナ禍によってリモートワークなので一緒にいる時間が増えたことも関係しているのではないでしょうかということですが、はい、既婚者の誠さんいかがでしょうか？そうですね、はい、まずプロポーズをしないケースってどういうそうですよねって思いました、はい、どうするんだろうっていう結婚していくんだろうなって、はい、でコロナ禍を、ね、きっかけにこう結婚したっていうのはやっぱりすごく分かります、はい、どうしてもね一緒にいる時間が、ね、そうそうそう、あとあんまりこの交友関係広げられる状況ではなかったので、仲いい人により仲良くっていう感じになるの で、ね、どんどん絆は深まりますよね、はい、やっぱいろんな面がまた見れますからね、一緒に長い時間いると、そう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 、そうなんですよ、いいですね、はいはい、ということで本編に戻りまして、お聞きの番組誠の間はサブカルチャー情報番組としていろんな分野でこだわっている人や物にスポットライトを当てていろんなこだわりを紹介してまいります。そして今この番組収録の模様は映像でも撮影していただいておりまして、番組放送後10日程度で YouTube にアップさせていただいております。ですのでぜひ皆さんスマホやパソコンなどでカタカナで誠の間動画と検索していただきますようどうぞよろしくお願いします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今回もいろんな情報満載でお送りしていきたいと思います。それでは今回一つ目のコーナーはマンスリーディッシュのコーナー。このコーナーはコロナ禍の中おうち時間も増えてきている今、いろいろな食べ物オタクでもある誠さんが毎月こだわりの食べ物をご紹介いただくコーナーです。誠さん、今月はどういったものをご紹介いただけますでしょうか？はい、ですね、今月は新宿にある、はいはい、魚よしっていうお魚です。今回も魚、はい、そうなんです、そう前回も魚でした ね、 ですね、はい、新宿御苑の近くにある、はい、昔ながらのお魚屋さんなんです、はい、なんだろう、新宿にそもそもそんなお魚屋さんがあるのって感じだと思うんですけど、はい、あるんですよ。でしかもね、これ普通のお魚屋さんと違って、はい、めちゃめちゃ安いんです。へえ、なんか新宿御苑の高そうなイメージね。そうでしょう、はい、うん、じゃないんですよ、逆なんですよ。なんかね、ヒラメって高級魚ですよ。確かになんですけど、はい、1匹1000円とか2000円とかで買えちゃう時があるし、はい、ここで有名なのがお刺身なんです、はい、へえ、も
もう1000円で、はい、ものすごい量のすごい盛りだくさんのお刺身が買えるんですよ。すあの僕ねここ一時期めちゃめちゃ通ってて、はい、店主のおじいちゃんもう本当おじいちゃんですけど、はい、あのいろいろ話してたんですけど、はい、あのね、どうやらですねこの市場で、はい、まあ、築地でですね、はい、残ったものを全部ひとまとめでいくらって形で卸してるんですね、まあ、引き取ってるって感じなんですね。だからその高級なお魚でも、はい、もうすっごいお買い得なあの価格で売ってもらえるんです。そうなんですね。であのね僕が行った時は、はい、車エビがね40匹ぐらいで2000円だったり、はい、それは安いですよ。あのね車エビってめっちゃ高いイメージありますけど、そう1匹2、300円するんですよ。そうですよね。40匹って言ったら1万円ぐらいなんじゃないかなっていうのが2000円だったり で、ね、であのねちょっとちっちゃめではあったんですけどね。あであとあのアワビ、ちっちゃいアワビとかも10匹ぐらい入ってて1000円だったりとか、はい、もうすごい、もうねしかもねおまけいっぱいつけてくれるんですよ。さすが。そう、なんかそのおじいちゃんがあの欲してくれたなんかアナゴのいちゃ干しみたいなの持ってけよって言って、そう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 、すごい。で、まあただねその言い換えたら、はい、まあ売れ残ったものっていうものではあるんですね、その市場で。なるほど、うん、だからもう本当に超一級品みたいのはないんだけど、まあそれでもめちゃめちゃその鮮度がいいし、そう美味しいし、もうコスパは最高にいいです。へー、うん、あのただね問題点が一つ、はい、あそれはね、はい、おじいちゃんの推しがね案外強いんですよ。なんかもうこれちょっと想像できます。これ1000円でいいから持ってけよって言うともう断れないんですよね。確かに。だからもうで今日はあ、はい、そうなっちゃう。そうで今日これがいいよって言ってでっかい太陽ね一回もらったことがあって、もうね、の3日3、4日太陽食べ続けてたっていう、思い出があります。捌くのも大変じゃないですか。すげえ大変だった。そうですよ、ね、そう、肝を取るとこまではやってくれんの。でも3枚に下ろすのは自分でやんないといけなくって、ね、でかいから骨が強くってすげえ大変でした。そうなんですね。でもすごいおじいちゃんのもういい人だし、そのお魚も美味しいし、はい、なんかすごい通いたくなるお魚屋さんですね。海上手と言いますか、はい、はい、いやいいですね。魚をたくさん好きという方はぜひぜひ。そう魚好きはねおすすめです。そうですよね、うん、珍しい魚もねあるから。あーまたいいですね。そう、新宿の魚吉さん、はい、ぜひ皆さん行かれてはいかがでしょうか。ありがとうございます。ということで、マンスリーディッシュのコーナーでした。漫画を語ろうのコーナー。さてこの漫画を語ろう、略して漫カタ、日本が世界に誇れるコンテンツの一つが漫画です。そして世代や性別、趣味、嗜好によってその好みは千差万別。その中、各々のこだわりや嗜好、好みなどについて相手の絵が見えないラジオで語っていこうというコーナーです、はい、今回はですね家族編、はい、そう家族ということで、はい、はい、どうしましょうか。私から行きますか、はい、私はですね、あたしんちを選ばせていただきます。今めちゃくちゃ大好きで、家族だ、はい、今あの公式 YouTube チャンネルが ありまして、うん、今アニメ見れるんですよ、 YouTube の方で。熱いね、はい、なので、うん、まあ、そちらもそうなんですけど、漫画もまあもう面白いんですけれども、うん、やっぱあの母、父、みかん、ゆずひこという、まあ、4人家族なんですけれども、うん、まあこのお母さんが、まあ、もうど根性お母さんといいますか、ね、節約大好きみたいな、旅行大好きみたいなお母さんで、もう本当にこう憧れというよりかはこうやっぱ見てて楽しいというか、うんうんうん、素敵なお母さんだなっていうのがすごくわかる、うん、やっぱ皆さんもねご存知だと思うんですけれども、うん、私んちっていいなと思いますし、そうですね、他のキャラクターもまあもう結構目立ってるというか、あのお母さんと水島さんっていう人と、あと富山さんっていうあの仲良し3人組がいるんですけど、はい、うん、それで旅行とか行ったりするんですけれども、それがまたこうドタバタな感じで、うん、でなんかこうマウントとかも別に取らないしみたいな、すごくこう何て言うんですか、こう憧れの3人というか、こういう、こうママと思っていいなっていうのをすごくあの感じられますし、家族の一人一人もまたすごく、うん、あの一人がこう何かやりたいということに対してこうみんなでやるっていうところがまたすごい素敵な家族だなっていう、ね、家族って感じですよね、はい、思いました。ぜひ皆さん YouTube もありますので、うん、ぜひぜひご覧いただければ、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ誠さん、はい、ちょっと私んちの後、うん、まあ、僕はですね、はい、カラクリサーカスです。あれも家族なんですよ。家族ってか一族
ですね。一族、はい、はい、そうですね、家族ですからね、うん、俺も藤田和弘さんの漫画で、はい、うん、なんだろう、藤田和弘さんの特有の伏線ハリハリ、ものすごい細かく物語を緻密に作られている中で、小出しにして小出しにして最後ドカンみたいな、うん、そういう漫画です、はい、また伏線っていうのが真琴さん好きですよね。なんか伏線がこう貼られてる、伏線嫌いな人いるんですか？いや、でも結構今これ何なのみたいなっていうのを、もしかしたらうんっていう考えるの大変みたいな、うん、あ、まあね、あ、でもね、考えるような伏線ではないんですよ、はい、そうなんですね。あ、これあの時出てきたやつ、あ、今ここ変わってるんだっていう、そのわあ、ひらめいてきた、気づいたって感じの伏線なので、なんだろう、そんなに難しい感じではないです。はい、そのなんだろうね、この少年がね、このマサルっていう、最後マサルっていう少年がいて、はい、その彼がそのすごい、その母子家庭で育った、うんうん、まあそんなに裕福ではない家の子だったんですけど、はい、実はすごい、そのサイガグループっていうもの、はい、超でかいその電子機器、まあ、ソニーみたいなもんですね、はい、それはすごいですね。そういうところの、はい、会長の、はい、隠し子だったです、ね、すごいですね。でそれで、はい、しかもその財産、その社長が死ぬ時に財産を全部マサルに渡すみたいな、はい、そういう風になってなくなっちゃうんですよ。でそっからその、はい、まあ、マサル争奪戦みたいなのが始まりながらも、でもそれは本編のメインの物語じゃないんですよ。そこからそれも伏線なんですね。そうそうそう、いろいろこれっていう、はい、本当にね、面白いですよ。なるほど、うん、じゃあ1巻じゃもうもっと先も読まなきゃいけないですよね。てかね、これね、これ語るの1時間かかるなって思っていつもバッて話したけど、ちょっと時間ないですね。基本ちょっとこのコーナー本当にもう語り足りないみたいなこと、もうね、そう、語りたいところをどうやってピックアップして、ピックアップして短くした結果、全然語らなかったなって思っちゃうんです。それも、まあ、腕みたいなところもあるんですけど、ね、そう、はい、そう、まあ、とにかく伏線大好きな人はね、カラクリサーカスすごい大好き、うん、まあ、私の場合はこう淡々とこう短いお話が好きという方がすごく、はい、いいかなというふうに思います、はい、皆さんいかがだったでしょうか。皆さんのお好きな漫画はランクインしておりましたでしょうか。以上、漫画を語ろう家族編でした。スペシャルゲストのコーナー、さて、このここからはスペシャルゲストにスタジオにお入りいただきました、前回私がここ市川うらら FM さんで持たせていただいている番組佐藤美久の女優道のスポンサー様がというお話から、誠さんがぜひその会社の方にお会いしたいというお話になり、今回スペシャルゲストとしてお越しいただきました、セリック株式会社の佐藤敦彦専務です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お忙しいと本当にありがとうございます。頑張って、こちらのね、リンダちゃん、うん、宣伝させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、もうぜひお会いしたかったです。あ、そうですよね。もうお忙しいところありがとうございます。本当私も嬉しいです。はい。はい、で一つ気になったのが、はい、どういった経緯でこの佐藤美久ちゃんの番組の、うん、佐藤美久の女優道の番組スポンサーを引き受けることになったんですか？うん、はい、私の知人がたまたまこの市川のラジオを聞いてまして、はい、で、佐藤さんの製品なんか言ってたよって話を聞いて、はい、突撃アタックさせていただきました。ありがとうございます。恐れ多いです。はい、そうなんですよ、ね、それでもあれよあれよと、はい、ね、あれよと、すごいありがたいことに、この名刺まで、うん、そうそうそう、名刺も僕もいただきましたよ、渡していただきまして、はい、顔写真、ね、うん、ありがとうございます、はい、で御社どういった業態の企業なんですか？はい、私太陽光と同じ照明っていうのを作ってまして、もう35年になるんですけれども、はい、すごいですね。色を見るっていうプロの方にね、うん、お使いいただいてるんです、はい、で色は太陽光でないときちんと見えないっていうのがあって、うん、はい、例えばプロでは自動車の塗装の開発、うん、カメラの開発現場、うん、なんなら化粧品の色の開発の人たちっていうところで、うん、室内に外の光の環境を提供するっていうことをやっています、うんうんうん、
はい、すごいですね。あの僕ちょあのミキちゃんから聞いていたよりも、はい、すごいことやってるとこだって今感動してます。そうです、まあ、カメラなんかで、ね、はい、最近 iPhone の開発もね、うん、うちのライト使って、カメラの開発使ってます。すげー、はい、すごいですね。いやなんかもう日本が誇るっていうレベルじゃないですか、はい、すごいですね。皆さんがもうほとんどお使いの方が多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、ね、もしかしたら僕も使ってるのかもしれない。そうですよね、カメラ関わってる。はい、あ、じゃあその佐藤さんから見て その改めての一番の推しポイント、推しポイントはですね、はい、もう小型軽量で鏡にくっつくっていう部分なんですが、はい、今日はぜひコスプレイヤーさんに使っていただきたいと思います、はい、プレゼントさせていただきます。お父さん、ぜひレポートの方をお願いしたいなと。 ありがとうございま す、はい、めっちゃかっこいいですねこれ、はい、その中今このリンダちゃんが入ってね、そうですね、ちょっと開けますね、はい、で佐藤さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、リンダちゃんですね、まあ、リンダですね、LINDA リンダですね、うん、もう開発しようと思ったきっかけって教えていただけますか。実はですね、学生さんからの話だったんですね、はい、で学生さん そのビジネスコンテストみたいのがあって、はい、その時にこう女性のメイクのしづらさみたいのがテーマになってたんですね、はい、で何って聞いたら、やっぱりホテルとかレストランとかでこう化粧直しする時に、はい、どうしても暗くてやりにくい、はい、でその時になんかメイクがうまくいってないと、なんか自分今大丈夫かしらっていう心が不安になっちゃう、でもなんかメイクがバッチリ決まってる時ってなんかこう元気になるんだみたいなのがあって、その元気になるんだっていうのを作りたいんですというので、当社のその太陽光照明というところに、はい、調べて、はい、来てくれたんです。それで一緒に共同開発みたいな感じで始まったんです。すごいですね。実際にお手に取られてみていかがですか、誠さん。いやもうなんかちょっと、いや実はね、はい、この間そのミクちゃんが、はい、持ってて、ね、はい、いいな欲しいなって思ってたんです。でしかもやっぱりそのなんだろう、僕の周りにもこういうのこれも活用できる人たくさんいるなと思ってて、だからそういう意味でも一つ、うん、僕も購入しようかなって思ったんですよ。うん、だからじゃあ今日もう聞かないとのでもういろんな人にこう、はい、紹介して、じゃ僕もね、その宣伝大使みたいな感じで。ちょっとちょっと、いやそこまでじゃない。まあもう僕も進めていきます。これすごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でこう粘着面もあるので、ね。そうそれがね僕ね、はい、聞いてて嬉しく、ね、嬉しいっていうか、鏡とかスマホにも付けられるので。いいなと思いました。そうですね。はい、皆さん LINDA リンダでぜひとも、はい、検索いただければ。思います、はい、でですね、実は今回お越しいただいた、超小型美顔ライトリンダ製造メーカーセレク株式会社の佐藤敦彦専務には、別の顔もございましてですね。別の顔、はい、どういうことですか。正直私もちょっとまだまだちょっと知らないんですけれども、はい、多言語学習について取り組んでいらっしゃるそうで。そうなんですよね。はい。でちょっとその多言語学習についてちょっとご説明いただければなと思うんですけれども、はい、私多分15言語ぐらい話せるんですけれども、すごいですよ、すごいです。ただですね、勉強はしたことないんです、言葉で。へえ、はい、かつ、はい、ある活動を始めるまでは英語も超苦手な英語だったんですけど、本当に楽しく多くの言語が話せるようになりました。どういったきっかけでそれを始められたの。そうですね、言葉をこう自然に話せるようになるっていうヒッポファミリークラブっていうのがありまして、はい、でそこに行ったらですね、赤ちゃんが、はい、言葉を話すようにやるんだよって言われたんですね。で確かに日本で生まれた赤ちゃんって勉強しない、辞書引かなくても、はい、ね、話せるようになりますよ ね、 そうですね。でアメリカの赤ちゃんは英語話してますよね。そうですね。そこのヒップファミリークラブではそこで話されている言葉を自然に話すようになるんだよって。だからそこの言葉を、はい、の環境を作ってあげれば、でその中で楽しくやってれば話せるようになるよっていうことで、自然に話せるようになってしまったんですね。すごいですね。それと書くという学習はないということですか。読み書きは逆にないので、本当赤ちゃんって書かないじゃないですか。まあそうですね、はい、まずそこから
でその後のねステップとしてそれはありなんですけども、はい、まあ、最初のね取っかかりはそういうのはなし、はあ、勉強しない、ま、勉強しない、それでもいい心掛けと言いますか、いいそうですよね。楽しみながら結構年齢層とかどんな感じなんですか？年齢層本当赤ちゃんからシニアの方まで幅広い世代で、楽しそうですね。なんかね大きい親戚の大きい家族、そんなね、そんなような環境を作って、はい、を作ってます。はい、いいですね。いやなんかその勉強しない。遊びながら楽しみながらっていうのってすごく大事だと思うんですよ。そうですね、はい、あの僕も実は英語ちょっと苦手だったりした時期があって、はい、で僕はねあのパソコンゲームをよくやるんですけど、はい、日本のじゃない海外のゲームで日本語化されてないものって英語なんじゃない、大体ね、はい、それをね必死に頑張ってで遊ぶために読めるようにするみたいな、そういうふうにこうそれだとねなんかねやる気が出るっていうか、なんかね自然に身についていくんですよね。楽しいとそうですよね。そう楽しいってのはすごく大事ですね。佐藤さんはなんかこの言語が一番得意とかってありますか？やっぱりねスペイン語ですね。すごい、かっこいいですね。スペイン語でありがとうってなんて言うんですか？グラシアス。あ、グラシアス、そうですね、聞いたことあるぞ。こんにちはだと何ですか？オラ。すごいいいですね。簡単です。簡単です、はい、簡単ですか？そうなんですね。15カ国語と、はい、まあ、英語スペイン語、まあ、ロシア語とかフランス語とかね、変わったところだとトルコ語とか、メルハバー、わかんないや、リニアドマツコサト、ティシュクレデリン、そんな感じです。すごいすごい、今なんて言ったんですか？あのこんにちは佐藤敦彦です、ありがとうって言いました。アジア圏だとこう、はい、例えば韓国語とか、アニアセヨ、少年佐藤敦彦ラグマインで、はい、すごいチャカキだーって、ね、そうか、ね、みくちゃんはね韓国語わかるもんね。なんとなくですよ、なんとなくわかる、めちゃめちゃわかるわけじゃないですかね。これすごい楽しいですね。あ、さあこういう感じで楽しいなってなってこうね学んでいくのはありですね。そうですね。だから本当に勉強したって感覚が一切ない、うん、楽しんでるっていうのが、私は、はい、だから結構ちょっと英語が苦手っていう小学生の子とか若い子多分たくさんいらっしゃると思うんですけど、こういう形でこうやっぱこうなら、うん、ま、学んでいくとすごくやっぱいいな。そうですね、スペイン語が入ると英語と似てるのがいっぱいあるので、その一緒に伸びていくっていう感覚があって、はい、でもまあ英語のがね世の中身近なので、うん、そうスペイン語が入ることによってスペイン語よりは英語のが分かるわみたいな、すごい、そういうなんかね感覚っていうのがすごく出ますよね。スペイン語が入りやすいんですか？スペイン語はたまたま私がメキシコの方にホームステイに行かせていただいたので、はい、身近な言葉っていうことで、はい、好きになりました。ホームステイもしてるんですね。そうなんです、すごい。じゃあもういろんな海外、はい、うん、そうですね、ホームステイはねこんな親父になってから行き始めたんですけども、韓国とか台湾とか、はい、はい、いろいろ行かせていただいてます。あ、いいな、でもその行った先でその言語を話せるってすごいいいですね。なんか話せるっていうよりもこの人と話したいみたいな、そういうのがやっぱりこう話せる原動力かなって気もしますよね。なるほど。あ、そうね、確かに僕もブルガリア行った時に、うん、あ、ここでちゃんとその流暢に話したいなって思いました。そうですよね。それ僕もやろうかな。そうですね、一言でもその国の人の言葉でね挨拶できたら本当に喜んでいただけるので、ね、はい、はい、よ、すごい、はい、ありがとうございます、うん、ということで、まあ、リンダちゃんもそうですけれども、うん、はい、まあ、多言語学習ということで、うん、まあ、ヒッポファミリークラブということで、はい、ぜひ皆さんこちらの方も検索していただければなというふうに思います、うん、そうですね、ということで、今回のスペシャルゲストは、超小型美顔ライト製造、メーカーセリク株式会社の佐藤敦彦専務にお越しいただきました。佐藤専務、お忙しいところどうもありがとうございました。はい、無事します、グラシアス、ありがとうございました。以上スペシャルゲストのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングが近づいてまいりました。今回も誠の間、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組誠の間は毎月第2第4日曜日お昼12時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も聞きいただければ嬉しいです。さて誠さん、今回いかがでしたでしょうか？はい、これね、このリンダちゃん、はい、めちゃめちゃ嬉しいです、これ、はい、使いまくりますよ、これ本当に、はい、
ではですね、はい、誠さん、はい、来月のですね、うん、ちょっとオープニングレポートをしていただきたいんですけれど、お任せといてください。ありがとうございます、はい、うん、ではみんなよろしくお願いいたします、はい、それでは誠のまあ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は誠と佐藤美久でした。では皆様ぜひ次回も誠のまよろしくお願いします。